やばいやばい、どこまで飛んでく、俺どこまで飛んでく、何回転した、もう分かんない、数えられない。はい、こんにちは、ピカです。今日ね、ダートラリー 2.0 やっていきたいと思います。ダートラリー 2.0 いよいよね PS4 で出ましたね、日本語版。私はね PC 版なんですけど、今日はね PC 版でね、ダウンロードコンテンツでスウェーデン雪のコースですね、追加になったんで、それをねやっていきたいと思います。で、今日は何をするかっていうと、企画としてはね、このね、グループ B カー、いろいろね、あるんですけど、グループ B カーを比較していきたいと思います。ちょっとね、何台比較できるかわからないんですけど、まあね、主要なね、グループ B カー、かっこ俺の主観、でやっていきたいと思います。さあね、早速ね、スウェーデンどんな感じか見ていきたいと思います。はい、スウェーデンですね、こういうね、雪道をずっとね、走るコースになってますね。かなり高速コーナーが多くて、難しいですね。ここでね、グループ B カーを乗っていきたいと思います。はい、まず最初はね、フォードですね。フォードの、グループ B カーなんですけど、これね、ターボなんだけど、すごいね、自然吸気みたいで、自然なね、アクセルワークが楽しめるんで、これはね、かなりね、乗りやすくておすすめです。はい、タイヤはスノーしかないですね。私のように間違えないようにね、前回間違えたからね。まあ、ちょっとね、チューニングどうしよっかな。まあ、今日はとりあえずノーマルで比べようか。ちょっとね、足がゆったり動くんだけど、まあいいや。それでね、やっていきたいと思います。さあ、どんな感じ？雪道。ちょっと、軽くね。2 1 5 4 レフト、ほんと自然な動きだ。雪道は、グリップをね、ちゃんとさせないとダメだね。あ、壁が助かる、壁が、壁がね、壁があるから、すげえ雪がすげえ、すごい自然なハンドリング、まあ、ミッドシップっぽいんだよな、すごい、もう本当にお手本のような、道間違えたお手本のようなミッドシップの動き。で、そんなにね、オーバーハンクが短くないんで、ただね、急な動きはしない、ゆっくり曲がってくるから、ゆったりね、曲げてあげれば。サイドは一応入ってるから、ね、まあ、ぶっちゃけちょっと白すぎて、道がさ、よくわかんないんだけど、大丈夫これ。ダウンヒル、すげえ気持ちいい、雪道がね、レフト気持ちいいわ。ライトロングオープン、おいおいおい、オーバークレスト、イントゥー6、レフトロング、できるだけ、ね、ストジャンクション、ブレーキもアクセルもタイヤをね、空回りさせない、雪道では鉄則だよね、違うか、急なハンドルさばき、急ブレーキをかけない、これは基本か。おい、いや、目が 見開くわ、はえはえはえ、あーあー、まあ、そういうことはあるちゃんとね、横転するとガラスが割れるっていうね、表現もちゃんとされてる。いくぞ、もう全開だ。オーバージャンプ250、オーバーバンプ、ダウンヒル、おほほほほ、オーバーブリッジ、エクストラロング、タイトゥー、やばいやばい、どこまで飛んでく、俺どこまで飛んでく、何回転した、もう分かんない、数えられない。フロントの右がパンクした止めて修理するか、走り続けるか。え、止めて修理できるの？え、止めて修理ってどうやってやんの？止めて修理したいです。え、止めて修理ってどうやってやんの？え、リペアできんの？え、リプレイ、できるの？できますか？リペアできるんですか？できない、できる方法はない、できない。じゃあ、まあ、このまま走るわ。ああ、ダメだダメだダメだ、あー、レフトオーバーブリッジ、エクストラロング、タイトゥー、パンクまでするわ、ライト130パンクした、バーストした、バーストした、
今バーンって バーストした。150フラットクレスト&ジャンプ100スローターン未確認1ライトロングハイトゥー、いける、まだいける、俺は行く。雪道だからホイールの方が走りじゃねえ。さすがにカット、さすがにカットでお願いしますってリタイアしました。はい、リタイアしちゃいました。はい、じゃあね、次プジョー205やっていきたいと思います。4 3 2、どんな感じかな。憧れの車だよね。エクストラロング、オーバークレスト34ライトロング、あ、向きが変わっちゃう、向きが頭振っちゃうね。レフト、イントゥ、あー流れちゃう。ハイトゥーン3、すごいちっちゃい車みたいな感じだね。頭が回転するから向きが変わってない、向きが変わっちゃうって感じ。進行方向変わらずに頭振るっていう感じで、頭振らせといて、アクセルでそっちの方向に持っていくみたいな、そういう運転なのかね。まあ前で引っ張っていく感じ、イメージ押しとくといいのかな。あ、楽しい楽しい、あ、これ速いかもしれない。面白いわ。レフト50ローション、ちょっと下のトルクないね。キープレフト、オーバー30。でもね、これバージョンアップでだいぶ下のトルク出たような気がする。クレスト&タイト、また横転だよ。また横転、ちょっと、いや、ラリーの人、まあちょっと知り合いもいるけどさ、ラリーの人たち本当に頭おかしいんだよね。みんなもうなんか何回転したを自慢してるから、何回転5回転まで数えたけどあと数えられなかったみたいな何を言っとんだこの人たちも。ちょっと頭、いやいや、マジでオンロードの人からするとね、ちょっと意味が分かんない。こんなとこ、こんなスピードでね、ラリーの人たちはね、みんな仲いいんだよね。いや、オンロードの人が仲悪いみたいな感じなんだけど、あー、すげえスピード出る。130キロでぶつかった。話しながらラリーしちゃダメだよ、やっぱり。まあちょっとね、本当になコンパクトですごいね、向きが変わっちゃって難しい。あとちょっとね、なんかサスペンションストロークがちょっとこうなんか短い感じ、あんまりこう容量がない感じで底付きする感じがするね。ちょ、多分ね、画面でよく見ると分かると思う、カコンカコンって。その時になんかちょっと変な挙動がね出たりするから、それで余計ねちっちゃいから向きが変わっちゃうみたいな、そんな印象ですね。はい、じゃあ次の車やっていきたいと思います。はい、次ね、ランチャーデルタ S4 やってみたいと思います。スーパーチャージドターボだ。下がスーパーチャージャーで上がねターボ。さあ、どっからでも来てくる。こうね、だからちょっと1個上にね入れといて、左足ブレーキね、優雅に優雅に。でシャーシはね、本当に結構ね速いんだけどゆっくり。フォードと205の間ぐらいかな。すげえいいよ。曲がる。こい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 。4、6、レフト50、コーション、ライト4、ライト
30、ブラッドライト150、ダウンヒル。クレスト&ファイト5、レフト100。道道難しいわ。6、レフト&6、ライト、ロングオープン、オーバークレスト。前が見えねえ。白くてさ、どこが道だか分かんねえんだよ。どこ狙ってっていいか。追いがある。いや、追いじゃない、慣れだ。言い聞かせないと。いや、夜は見えないよね、本当にね。やっぱりさ、昔なんか大先輩とさ、ツーリング行ってんじゃん、なんか年上の、ね、先輩たちと。夜、マジでどっちに回ってるか見えねえんだよって言ってる人はいるのよ。大丈夫かこの人と思ったけど、今俺それ次どっち回ってるっつって、コーナーどっち、どっち回ってるっつって、分かんなくなっちゃうの。ここだ、ここだ。6、レフト、ちょっとケツが出やすいね。キープライト、飛ばしていくと。オーバーバンプ、フラットレフト、フラットライト、楽しいぜ。オーバージャンプ、オープン、キープミドル、オーバージャンプ、イントゥー6、レフト、オーバーバンプ、トゥーキープライト、オーバー60、6、レフト、オーバージャンプ、100、フラットライト、イントゥー6、レフトロング、100。本当、5に入れなきゃいけないのか。ポーション、スロークレスト、3、ライト。無理です。イントゥー4、レフトロング、ライトゥー50。オーバークレスト、オープン、オーバーディップ、キープライト、オーバー100。レフト、ポーション60、4、ライトダイトゥー3。80、バンプ、フラットレフト、キープライト、オーバークレスト、ジャンプ、イントゥー6、レフトタイトゥー。よいしょ、よーし、フィニッシュ。4分10秒ですね。ぴょこ。さあ、何位だ。19位、世界19位だった。大丈夫かこのゲーム、かそってないか。はい、やってきましたけどね。いや、アウディちょっともうできないわこれ尺に入んないわ。まあ S4 が好きってことでね、俺は S4 で頑張って走っちゃったけどね。面白いですね、雪道。本当にね、すごいリアルだし、徐々にね、バージョンアップされて、どんどんステアリングのね、インフォメーションもだいぶ良くなったし、何目線か分からんけど、これ良くなったしつって、はい、これはね、おすすめですね。争うだけが e スポーツじゃない、本当にね、これ汗かきますよ、スポーツだなって思う。はい、またね、こういうのやってくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。